こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の春のスポーツミックスコーデベスト3というテーマでお届けをしたいなと思っています。ファッションには、いろんなジャンルの着こなしがあるんですね。ちょっと大人っぽくて綺麗めなスタイルだとか、ストリートっぽいですね、カジュアルなスタイルもあれば、まあ、今回ご紹介するような、ちょっとスポーティーな雰囲気の着こなしもあったりするわけなんですが、割とですね、大人世代でもこのようなスポーティーな着こなし、まあ、いわゆるですね、スポーツミックス的なものを好む方、 は少なくないかなと思うんですねまあ、せっかくの休日だから綺麗めの着こなしもいいんだけどもリラックス感のある素材感だとか機能的なものを使いながら楽に過ごしたいという方少なくないかなと思うんですねその気持ち僕もめちゃくちゃよくわかりますですので今回は綺麗めな着こなしというところよりは少しカジュアル感があるんだけどもただカジュアルになりすぎないような大人のスポーツミックスコーデをですね具体的に3つご紹介したいなと思っていますのでぜひ皆さんもですね今後の着こなし 1> の1つつのの参考にしてていいただければなと思っています3つの着こなななししのキーワーワドとしてカジュアルになりすぎないこととてのアイテムをスポーツに寄せないことここだけ念頭に置いとけば結構ですね、スポーツミックスも大人にぴったりの着こなしとしてアップデートできるかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってましょう はい、ということで、早速一つ目のですね、大人のスポーツミックスコーデ皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まずは何と言っても欠かせないのは、 今僕が着てるようなフード付きのですね、シャカシャカ系アウターですね。これはもう欠かせないアイテムの一つかなと思います。最近はですね、ノースフェイスのコンパクトジャケットですね。このあたりをですね、ご紹介することが多かったんですが、これ名作でかなりですね、多くの方に気に入っていただいているかなと思います。僕も大好きで日頃から使っているんですが、最近ですね、使うことが多かったので、今回はこちらを封印して、久々にですね、アークテリックスですね、見えますかね このロゴ、市都庁のですね、ロゴが入っているアウターを着てるわけなんですが、まあこれはもちろんノースペースのコンパクトジャケットの全く問題はありません。このようなブラック系のシャカシャカ系アウターをメインとしたスポーツミックスコーデというのは、大人の男性とも非常に親和性が高いんじゃないのかなと思います。今回は内側ですね。 プリント系の T シャツですね。僕のブランドで作っているですね、プリント T シャツなんですが、まあ何の柄なんだかよくわかんないんですが、ブラックだとかブラウン、ブルー系の色合いが入ったような、まあ結構大人が着れるようなプリント T シャツですね。そういったものの上にですね、さらりとこちらのアウターを羽織ったわけなんですが、白系の爽やかさとブラック系のアウターというのはもちろん相性がいいので、まあ上半身はまとまりがいいかなと思います。で結構カジュアルめの上半身に対して、ボトムスなんですが、ちょっとこれはですね、ダークグレーの色 で、スラックスのような縦のラインが綺麗に見えるですねイージーパンツですねこれグリーンレベルの今季のものなんですが素材感がちょっとこうウールライクに見えるのでちょっと綺麗めな雰囲気なんですねこのようなシャカシャカ系のアウターの着こなしに対してブルーデニムだとかもしくはベージュのチノパンだとかカーゴパンツもちろん合わなくはないんですがまあ、全身がカジュアルに見えてしまうので個人的にはブラックのパンツですとかもしくはダークグレーのパンツこのようなものを合わせるのがすごくハマりがいいかなと思っています 冒頭にもお伝えしましたが、全身がカジュアルになりすぎないように、一点だけでもいいので、綺麗めなものを取り入れてあげると、バランスが取りやすいかなと思います。今回の着こなしにおいては、このボトムスですね。ここに綺麗さを取り入れているわけですね。で、足元に関しては、スニーカーですね。 ま、このような、ちょっとスポーティーな着こなしに対して、いきなりローファーだとか、革靴を持ってきてしまうと、それまたですね、ちょっとこう、雰囲気が合わないので、スニーカーがいいかなと思います。今回は、ニューバランスのスニーカーですね、グレー系のもので、ボトムスと色の繋がりを出したようなコーディネートにしていました。まあ、靴に関してはいろんなアプローチがあって、白のレザースニーカーでもいいかなと思いますし、ま、ブラック系のスニーカーでも合うかなと思うので、このあたりはお手持ちのものでいいかなと思うんですが、なるべくですね、全身がカジュアルにならないようにですね、一点だけでも いいいいので切れ目ののでアイテムを取取りり入れてあげるととバランスが取りやすいのかなと思いま,すまあ、この着こなしはかなり三元性が高いかなと思うんですね。まあ、今僕はアークテリクス着てますが、これがパタゴニアであってもいいし、ノースペースであってもいいし、またユニクロや GU の同じようなですね、シャカシャカ系アウターもあるので、まあ、そういったもので代用するのもいいかなと思います。まあ、T シャツ僕は今プリントのものを着ていますが、もうちょっとシンプルな白虫の T シャツですね。ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルネック T シャツですね。まあ、このあたりでもいいと思います。まあボトム スムスに関しては僕ちょっとシルエットややゆったりめのものを選んでいますが、ユニクロのスマートアンクルパンツのダークグレーでもいいかなと思いますし、グローバルワークのアーバンスラックス、このあたりだとシルエットがもうちょっと細くなってくるので、よりシャープな見た目になるかなと思うので、まあ、こういったもので代用しながらこちらのスタイル楽しんでいただければなと思っています。 はい、続いて二つ目のですね、春のスポーツミックスコーデなんですが、今度の主役は、今着てるこちらのパーカーですね。フード付きのパーカーというのは、着るだけでスポーティな雰囲気が漂うので、まぁ、あ、一着持っておいて損はないのかなと思います。本来であれば、学生の頃に着ていたようなアイテムだったと思うんですが、パーカーも最近はですね、ちょっと素材感が切れ目なものが増えてきていまして、今着てるのは、グローバルワークの今季のですね、ライトクッションパーカーというものなんですけども、素材感ですね、滑らかな 掴んでですすごく上品に見えるんですねこれまあ、カラー展開も豊富なんですが、今回はこちら、アイボリーという色合いですね。真っ白の色味というよりは、少しライトグレーっぽくも見えるんですが、アイボリーカラーということで、春らしい明るさはあるんですけども、少し気の利いた白とは違った雰囲気が出ているので、なかなかいい色味かなと思います。このように上半身にちょっと明るめのものを持ってきたら、ボトムスはブラック 引き締めるのがまあ鉄板かなと思ってましてパーカーは少しゆったりめにしてボトムスに関してはやや細めを意識した方がスポーティな着こなしには相性がいいかなと思いますまあ、上半身はこちらのパーカー少しゆったりめなのでボトムスに関してはそんなに太さが出ないように今回は調整をしてみました今履いてるのはもうグリーンレベルの定番ですね オルマイー,ジーパンツのブラックで、シシルルエエッットト的ににはそんんなに太すぎず細すぎぎずず細ととというところのののししたたのものを選んでみましたで靴に関しましては、なるべくシンプルに白系のレザースニーカーですね。このあたりを合わせて、まあ、シンプルにしながらも、まあ、スポーティな要素としてこちらですね。ノースフェイスのショルダーバッグですね。こういったものが1点入るだけで、さらにスポーツミックスというところが表現しやすいかなと思っています。まあ、ショルダーバッグ結構多くの男性お持ちかなと思うんですが、結構ですね、アークテリクスだとかノースペースのようなアウトドア、スポーツ ブランドものをですね取り入れてあげるとお地産っぽく見えないし良い意味でブランドの力を借りることができるのでまあ、このようなノースペースのショルダーバッグは使い勝手がいいんじゃないのかなと思っていますで着こなしがシンプルなのでここにいかにですねアクセントを足すのかということがすごく重要になってくるかなと思うんですねまあ、今回であればこのようなノースペースのショルダーバッグだとかあとはこういったメガネ類ですね僕も普段はよくかけているんですが少しですねカラーレンズの入ったようなメガネなんかを取り入れながらスポーティな雰囲気ですね出してあげると。 よりですね、アクセントとして機能してくるかなと思うので、このようなベーシックな大人スポーツミックスコーデもですね、ぜひお楽しみいただければなと思っています。 はい、続いてラスト3点目のスポーツミックスコーデなんですが、今回の着こなしの主役なんですが、僕が今着ているこちらのブルー系のシャツ、これが主役になるんですけども、決してこれスポーティなアイテムではないかなと思うんですね。実はこれ以外のところにスポーティなアイテムが散りばめられているわけなんですね。まずわかりやすいところで言うと、このようなキャップですね。今僕が被ってるものはフレッシュサービスというですね、ブランドのものなんですが、昨年購入して結構夏場はよく被っていました。 僕は普段あんまりキャップって被らないんですが、それでも日曜日ですね、休日の際にはヘアセットするのが面倒なので、寝癖ついたままでこれをいきなりガバッと被ってしまうということも少なくないんですね。まあそのような用途でも使えますし、あとは春夏、日差しも強いので、キャップがあるとすごく便利なんですが、ブラック系のベースに対して少しプリントが入ってるぐらいのものだと、意外と大人の着こなしにも似合いやすかったりするので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。また 足元ですね、スニーカー、ニューバランス系のもので、少しカジュアルな感じですね、スポーツミックスの要素を出してるんですが、実はもう一つですね、隠れたスポーツミックスアイテムがありまして、それがボトムスなんですね。これ普通のブラックパンツじゃんと思うかもしれないですが、実はこれ。 ここにマークがついてまして、ノースペースのボトムスなんですね。ビーフリーパンツというモデルで最近買ったものなんですが、これがめちゃくちゃ履き心地がいいんですね。まあ、シルエットはもんわりにゆとりがあるんですが、膝から下にかけてテーパードが効いてるので、やぼたく見えすぎないようなラインになっています。まあ、すごく現代的なアプローチかなと思うんですね。で、生地がですね、かなり薄手なんですね。このあたりは春夏にすごく向いてるかなと思うんですが、軽くて、薄くて、ま、あ本当に快適に履けるので、最近 最近はワンマイルウェアとしてこちらを活用しているわけなんですがノースフェイスのロゴも正面から見ると全くないんですねそれが着こなし的にも使いやすくてだけどバックにはちょっと入っているところが個人的にはさりげないポイントですごくバランスがいいんじゃないのかなと思っていますまあ、機能的な部分で言うと虫除けの効果があるようなのでまあ、キャンプだとかアウトドアシーンなんかでも使い勝手がいいようなパンツでこれはですね隠れた名作かなと思いますアルパインライトパーツなんかもいいんですけども生地はもうちょっと肉厚なので これから春夏になってきたら、これぐらいライトな素材感、すごくいいかなと思います。まあ、僕が今着てるようなシャツみたいなアイテムにも相性がいいですし、シャカシャカ系のこういったアウターとも相性がいいかなと思うので、まあ一本あれば通常のブラックのパンツとして機能しつつ、 様々なコーデにもハマりやすいので、これはですね、新たな黒パンの選択肢かなと思っています。最近は黒パンがすごいいいものが出すぎてしまって、個人的にも結構困ってるんですね。例えばグリーンレーベルのオルマイージーパンツがあって、無重修料費のリップストップイージーパンツがあって、そしてこちらのビーフリーパンツ、ノースペースのものがあって、まあそれぞれ良さがあるので、まあシチュエーションごとに使い分けたいなと思ってるんですが、このようなスポーティなアイテムが散りばめながらも、ブルーのシャツが1枚入ることで適度に大人っぽさが漂うスタイル、 というのも比較的使いやすいかなと思うのでぜひトライしていただきたいなと思っています いやー、いかがでしたでしょうか、皆さん。今回の動画では、大人の春のスポーツミックスコーデベスト3ということでお届けをさせていただきました。まあ本当にね、全く個性の異なる3つのスタイルだったんですが、まあそれぞれですね、スポーティーな要素はそんなに多く取り込まないで、1個から2個ぐらいですね。こういった形でベースを作り、まあそれ以外のアイテムというのは、普段僕の動画の中でよく語られているような、ちょっと綺麗めなアイテムですね。こういった綺麗めなアイテムとスポーティーなアイテムをうまくミックスすることで、ちょうど いいでですね大人ススポーーツミックスコーデがが出来上がるののかなと思う僕自身ももともと体育会系でスポーティーな着こなしだとか機能的なアイテムというものはすごく好きですし自分のスタイルとも親和性が高いなと思ってるんですね。ですので普段の僕の動画を見ていてちょっと綺麗めすぎるなと思っている方は今回お伝えしたようなスポーティーな要素をうまくミックスしながらご自身のスタイルをですねうまく構築をしていただければなと思っています。これからもですねこちらのチャンネルでは大人 の男性に向けてていいいろんんなななスタイルののベーシシッックを軸足ととししたたような分かりやすすすファッションの意見をででねお伝えしたいなと思ってるんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコンディネートについて知りたい方は僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしていますセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたちょっとマニアックな〇〇専門ブランドだとか場合によってはコレクションブランドのアイテムだとかちょっとですねニッチなアイテムなんかも皆さんにご紹介してますので気になる方は概要欄からチェックをしていい いただきたいなと思っています週にオリジナルの動画を3本ともう1本はですねライブ配信もやっていましてそちらの方では皆さんからいただいたご質問にどんどんご回答してますので気になる方はチェックをしてみてくださいまたなかなか普段ですねゆっくり動画を見る時間がないという方のためにですねオンラインサロンっていうのもやってるんですねこちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムをリアルタイムでどんどんご紹介をしています僕もですね毎日更新をしていますし僕以外のスタイリストですとか専門家の方 また、参加者の皆さんもですね、気軽にご自身の記事を書くことができまして、こんなもの買いましたとか、こんなもの探してるけどいいものありませんかだとか、まあ、様々な記事で溢れていますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのおやむしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。